エルコミック劇場というわけで、今回はトレーニング動画を実況していきます。ゲストは猫さんに来てもらいます。右から来ます。左に来ました、猫さんが。というわけで、今自分のね、この自転車の車体の前をね、猫が通り抜けていくと、あれね、スタートした瞬間になんか右側から猫並走して走ってきたなと思っていたんですが、そのままね、まさか前突っ切っていくとは思わなかったですね。後ろ側にね、回り込むかなと思ってたんですけど、まさかね、後ろもう無理やりね、まあ、明らかに速度的に自転車の方に追いつけてないのに、自分の前を回り込んでくるっていう、よくわかんない動きをしていましたね。まあ、引かなかったんでよかったんですけど、あれ引いちゃうとね、マフィアとかの床にあるような、ね、虎の敷物みたいなぺっちゃんこになっちゃって大変なことになりますし、まあ、自分も落車するんで、ろくなことがないんですが、っていうわけで、今回のトレーニングの内容は15分間の TT 走になります。まあ、15分間でどれだけ速く走れるか、どれだけ先まで行けるかっていうのが、重要な練習かな。パワーも、まあパワー、まあパワーを全体に出せるかどうかっていうよりは、パワーに関しては踏みすぎないようにする指標的な感覚です。んで、まあ自分の感覚として15分間のうち最初の2分間は抑えます結構。っていうのも、最初2分間っていうのはかなり足が余っている状態ですので、その状態で踏みすぎると後半に使うための足まで一気に消耗してしまうっていう部分があるので、最初の2分間はかなり意識的に抑えながら踏んでいって、その後の、13分間で出し切るっていう感覚ですね。で、大体13分間と言ったんですけど、ラスト2分はほぼ全開です。で、今、大体2分が経過したあたりで踏み始めています。この最初の2分で抑えていたことで、まあその無酸素域とかそういう部分っていうんですか、限界を超えて踏めるようなパワーが抑えられているので、この辺りから結構意識的に踏んでいっても、まあ最後までは持つかなっていうイメージで走れるわけです。まあその踏んでいってもとは言いますが、最後まで、頂上までね、15分間、トータル15分間、踏み切れるような意識で踏んではいますので、極端に全力で踏んでいるわけではありません。15分間、まあ、持つだろうという、自分の、その、イメージの中の限界ラインで踏んでいるという感じです。で、先ほど言ったように、その、15分間全体で踏み切れるだろうというイメージで踏んでいても、最初2分間に関しては、その勢いで踏んでしまっていると、まあ、オーバーペースになるんですよね。今でこそ400ワットとかになっていますが、まあ、500ワットとか超えてくるんですよね。特に最初の入りっていうのは、結構抑えている、まあ、頂上まで持つだろうっていう気持ちで踏んでいても、最初の2分間とか500ワットを超えてしまうと。いうことなので、逆にそこは、まあ、落とすぐらいのイメージ。平均値落とすぐらい。300ワット前半とか中盤あたり。まあ、ワットは見ないですけどね。ワット見ながらやるんじゃなくて、意識的にちょっと抑えてる気持ちで登ると。ほんで、それが終わった残りの13分間で踏んでいく。はい。まあ、見てもらったらわかると思うんですけど、結構ね、自分で言うのもなんですが、えぐいパワーが出てるかなと思っちゃってはいます。ちょっとこれね、最後にね、ドヤってその、サムネイルに上げるかもしれないですけど、最後にね、何ワット出たかっていうのは、言いたいとは思うんですけど、最初に言ってしまうか、最後にパワー言ってしまうかっていうのはちょっと悩んでたんですが、まあ、ここまでね、もうパワー言わずに来ちゃっているんで、まあ、もう、パワーに関しては、ゴールしてから、まあ、何ワットでしたっていうのを、ババンとね、言ってしまいたいなと思います。なのでね、スキップせずにね、最後まで見てほしいですね。どんな感じで頑張って踏んでるかっていうのも見てもらいたいんで、あとは、説明が抜けていたんで、先に言っていきますが、左上から順に時速、その下が勾配のパーセント、その下がパワー、で、その下が距離です。になります。
まあ皆さんが結構気にするのはパワーかなーとは思うんですけど、速度と勾配もまあ見てほしいかなっていうところですね。ケイデンスもね、自分は結構低めなんで、あ、この低めのケイデンスでこれぐらいパワー出してるんだっていうのを見てもらうと結構面白いかもしんないです。あとはその、息の上がり方とかね、結構最後の方は限界まで追い込んでいくんで、どれぐらい追い込まれているかっていうのは、息の息遣いとかでも感じていただければ嬉しいかなと。いうところで、まあ今、最初の5分半とかが経過したところです。まあ順調ですよね、今のところ。ちょっとパワー落ちてきてますけど、先ほどより。まあその、あ、まあ、踏み直して上がるかなっていう感じですね。だいたい、まあ400ワットはあんまりいかないけども、300ワット前半もそんな長時間続くっていうわけでもないかなーっていうところかな。はい。うん。で、多分ですけど、この左側に表示されているパワーメーター3つ目ですね。マックス値に関しては、おそらくこの内容中に一番到達した最大値が上限の数値に設定されていると思うので、そこまで真っ赤に染まっている場合には、全開で、その、全開じゃないですね。その、このメニューの中で、一番踏んでいるのがそこだよっていう風に見てもらえればいいと思います。うん。で、まあ、それに関して言ってしまうと、先ほど、最初の2分間を抑えると。で、その後の13分間で、まあ、上げていくっていう話にしましたが、言ったかな、これも。ラストの2分間は、まあ、限界ギリギリの全開で突っ込んでいくんで、多分その、そこあたりで500ワットぐらいが出てくるのかなっていう感じで見てください。逆に、こういう中盤の時点で500ワットとかが出てパワーが乱れていると、後半に向けて、最後に向けて足が残らなくなってくるので、あんまりいいイメージではないですね。TT 走の難しいところっていうのが、突っ込みすぎて体力切れ、になるっていうのは問題ですが、ゴールしたタイミングで足が残っていて、ああちょっと楽だったなっていう風になっちゃうのも良くないっていうか、本来の目的が果たせていないっていうことになります。ですので、TT 走の難しいところは出し切っちゃいけないけど、ちょうどゴールする頃には限界、あ、もう踏めないレベル。まで追い込んでいる必要があるっていうところが、まあ難しいかなと、思いますね。まあその、むやみやたらに踏んで、力つけることだったら誰でもできるんですよね。で、逆も一緒で、全然踏まずに温存しながら走ることもできます。まあそういう自分の限界出し切れるラインを感じながら踏み切る能力っていうのは、まあ、その、なんだろう。選手として、まあ、重要なところなのかっていう感覚です。はい。で、画面について、あれですね。画面について、ちょっと雨、水滴がついてるんですけど、これに関しては、雨ちょっと降ってたんで、それがあって、濡れてるところも、あります。ですが、まあ、その、見ている感じ、そこまで、画面が悪いっていうわけでもないんで、まあ、大丈夫かなーっていう感じですし、雨が降っていたとしても、まあ、踏んでいる分には体温結構上がるんで、まあ、そこまで寒くなかったりするんですよね。逆にこの、上りでメニューして、雨とか降っていると、下りの方が結構寒かったりするんで、それがメニューが終わってから、ウィンドブレーカーとか聞いて下るっていうようなイメージでいいかなと思います。他には今がだいたいもうじき10分ぐらいですかね。残り5分ぐらいになってくるんですが、まあ、ここら辺が一番落ちてくるかな。でも結局、まあ、先ほど言ってたように、全体通して踏めるようにやってはいるんで、まあ、その、極端に落ちるってことはないんですよね。今も、まあ、ラスト
2分ぐらいで全力を出せるようにちょっとそのなんていうんですか、余裕を持ってはないんですけど、まあ、ある程度踏み切れるような部分は残しながら踏んでいるんで、まあそんなって感じですね。きついですけどね、結構限界ギリギリになるために踏んではいるんで、きついですけど、まあ、まだいけるかなーというイメージです。はい。あとはまあ、その、踏み方とか力の入れ方に関しては、常にメーターを見ているわけではなくて、まあその感覚っていうのは結構大事ですよね。で、勾配が上がればパワーは出しやすくなるんで、ちょっと意識的に力を抜きます。はい。力を若干抜いて、うまいことを感覚で調整しながらやっていますね。それで、まあ、平坦に入ってくると、本当に力が出しにくくなるんで、平坦っていうか、まあ、勾配が緩くなるとですよね。だからそこに関しては結構無理やりね、ダンシング入れたりだとか、ギアをかけたりして、パワーが出せるように頑張ってはいます。だからこういう勾配今 10% とかですけど、だったら 400W とか、11% だったら 420 とか、簡単に出るんですよね、意外と。勾配がきついと。でも、まあ、重要って見てほしいところは、この後半で疲れてきている段階で、勾配が緩くなった際に、どれだけパワーが出せるのかっていうところも結構重要だったりするんですよね。まあ、この勾配系に関しては雨だったってこともあって、若干、誤差はあったりするんですが、実際このここの勾配 12% 13% もなかったとは思うんで、あ、そうですね、はい。なんでちょっとそのズレは発生してはいるんですが、まあその要はね、できる限り一定のパワーで踏めていると、当然ずっと一緒の勾配で延々と登るっていう登りは存在しないので、そういう微妙な勾配の変化の中でも一定で登れるように結構意識して走っているっていうところを見てもらえると嬉しいかなと思います。で、今だいたい残り2分半ぐらいですかね。そろそろね、もう後半に向けて、あ、これ今勾配が、先ほど言ってたように、ここ勾配がもうほぼ 0%、1%、-1% とかなんで、結構ね、がっつり頑張って踏んでるんですよね。回転数上がってるじゃないですか。平坦だと回転数は上がりやすくなりますし、速度もガンガン上がってきているんですよね。速度計もこれ今メーター振り切れるぐらいなので、マックススピードに入っています。で、そろそろこのあたりからラスト2分かなっていうところですね。430で出ますね。440。はい。そろそろここら辺から踏み切りの姿勢に入っていますね。430。はい。はい、ここでまた勾配がつき始めているんで、一番ここが踏みやすい。はい、上がってきましたね、パワーが。500はいかないぐらいですけど、かなり踏んでいます。自分の方では音声拾えてないですけど、相当息も上がっていると思うんですよね。ここからね、限界。もうここからは出し切りです、完全に。もうあの、多少ね、失速してもいいっていうぐらいではあるんですが、まあその2分間出せる限界のイメージに切り替えて、これまでの13分間のことは特に意識せずに、もうここ2分間だけ頑張るっていう風に気持ちを切り替えて、今、踏み切りに行っています。はい、勾配も結構ありますけどね、速度出てますしね、パワーもかなりいい感じで出てますね。ここの最後の段階になってきて、まあ、ちょっと今落ちましたけど、上がりましたね。こう、パワーを上げ直せるっていうのは、まあ自分としては結構普段頑張っている証拠かなと。まあ練習効果出てるじゃんみたいな。そういうところがあるかなと思うところですね。このね、15分間をね、だいたい400ワットちょっと切るぐらいで、ね、ずっと踏み続けるっていうのはね、まあ簡単にはできないですよ。まあ自画自賛になりますが、さすがって感じです。やっぱ長男だからですね。長男だからできるって感じですね、これが。で、残りいよいよこの直線でゴールになります。もうここら辺ね、メーター見てもパワー、秒数、見えてるんで、頭の中でカウントダウンしながら、もう限界まで踏んでいって、踏んでカウントダウンするんですけど、カウントダウンが若干早くなっちゃうんで、その若干ずれるんですよね。自分のカウントダウンの方が早く終わるんで、もう一回メーター見直して、うわ、ずれてると思って、もう一度カウントを正して、カウントダウンし直すっていう感じで、今ゴール、もうここも多分コーナーのところでゴールするんで、それに向けてね、限界まで踏み切りに行っています。もうここら辺はね、ほんときついですよね。相当息も上がっていますし、
なんかもう、もう無心ですね、僕は。きついしか考えれないんで、無心で踏み切って、ここでゴールです。はい、このコーナーの途中でね、この一番勾配がきつく、きつくなってくるところでね、メニューが終わるとね、こけそうになるんでね、やばいですよね。で、結果、平均380ワットです。はい。というわけで、このメニュー、トータルして、ゴールまで380ワットで踏み切れました。15分間。はい。なかなかね、久々にいいペース出たんじゃないかなと思います。というわけで、今回はご覧いただきありがとうございました。面白かった方はチャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。